どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。僕がね今使ってるこの Apple Watch シリーズ6、これね購入してからちょうどねもうすぐ1年かなって形で、そろそろですねシリーズ7の噂とかもちょろちょろ出始めてきております。で、僕 Apple Watch を購入すること自体が今回が3回目なんですよ。まず初代のアップルウォッチを購入して、その後にアップルウォッチシリーズ3を購入して、でシリーズ5を購入して、でそのまま5を使い続けて6に乗り換えたって形で、まあ、購入回数は4回かで、買った機会としては3回って感じで、今まで買っては売ってを繰り返してきて、やっと今回ねシリーズ5からはずっと使っているみたいな、そんな感じでかなり定着してきております。もう今では毎日つけてるのでなくてはならないものになってるんですけども、アップルウォッチね、なんか使ってない人って結構初代のアップルウォッチとかね、この初期の方のアップルウォッチのままのイメージで今まで来ちゃってる人とか、使ってみなきゃ分かんないこととかってたくさんあるんですよね。というわけで今回はアップルウォッチに対する6つの誤解ということで、意外と使ってない方とか、昔使ってたけど今は使ってないんじゃないかなって方が、こんな誤解してるんじゃないですか、実は今それ変わってますよっていうところをですね、全部で6つご紹介しつつ、アップルウォッチの魅力ってのをご紹介していこうかなと思っております。僕自身もですね、初代、第3世代、第5世代っていう風に購入してきたんで、その変遷とかですね、昔のイメージも知った上でお話するので、多分ね、あ、そうなんだ、知らなかったってことは一つぐらいあると思います。というわけで、最後まで見ていただけると幸いです。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで今回はアップルウォッチに対する6つの誤解ということで、一つずつご紹介していきたいんですけども、まず一つ目はこんな誤解です。え？アップルウォッチ？あれ、アップルウォッチできることってほとんどないんだよね。はい、というわけでね、ちょっと再現 VTR も用意したんですけども、アップルウォッチできることほとんどないんじゃないのっていう意見が、ね、やっぱり多いと思います。でもアップルウォッチ一度使うと結構便利な機能っていうのがあってですね、まずは通知機能、これはもうね初代からあるアップルウォッチの根幹となる機能なんですけども、これただただ腕元に通知が来るだけっていう風に考えちゃうとね、まあそこまでなんですけども、意外とですね使ってみるとこれがねめちゃめちゃ便利なんですよ。この iPhone に来る通知とは別でアップルウォッチで受け取りたい通知っていうのを管理できるので、本当に自分が受け取り緊急で知らせてほしい通知だけを確実に腕元に届けてくれるんですよ。でさらにアップルウォッチの通知って iPhone の通知と違ってね、腕で直接振動で伝えてくれるんで、ほぼ確実に気づきます。でかつほぼ確実に気づくけども自分にしか知らせないっていうね、振動なので人には伝わらないです。そういう自分だけが確実に受け取れる大事な通知っていうのを厳選することによって、このね iPhone を不要に見る時間を減らしたりとか、 iPhone をね意味なく立ち上げる回数っていうのをぐんと減らすことができます。これ今年の秋に予定されている iOS 15、 ここで集中モードっていう新しいね通知の管理機能が追加されると思うんですけども、やってることはあれのハードウェア版っていう風に考えたらよりね分かりやすいかなと思ってて、やっぱり通知がたくさん来すぎて仕事に集中できないとかね、例えば本読みたい時でも本に集中したいけどなんか SNS の通知が来るなとか、そういう風に通知が邪魔になるシーンってたくさん日常に潜んでるんですよ。そういうものをアップルウォッチを通すことによってフィルタリングして、本当に大事なもの以外は全部排除、でも本当に必要なものは絶対にあなたにだけ知らせますっていう、この通知の管理っていうのはすごく便利なんですよね。これ言葉で言う以上に使ってみると本当に便利なので、ぜひねスマホたくさん開いちゃうって方はアップルウォッチ試してみてほしいです。であとはね、最近のご時世的にアップルウォッチをつけていると iPhone の Face ID をねそのままマスク付きで解除できるんですよね。これやっぱりすごく便利で、外出中とか Face ID をこう解除するのに毎回マスクを下ろして解除するみたいな、このワンステップがなくなって、しかもねかなり反応早いんですよ。普通に Face ID を使っているのと同じ感覚で Apple Watch をつけていると、その Face ID のロックを解除してくれるんで、これがすごく今の時代外出先では便利な機能だなというふうに思ってます。へえ、そうなんだ、まあまあやるじゃん。はい、というわけで2つ目の誤解なんですけども、2つ目はこちらです。おお、いいっす、いいっす、いいっす。え、どうした、 Apple Watch 買ったん？ Apple Watch ってさ、こんなちっちゃい画面でさ、こうやってタップしてこんなんじゃ操作できないでしょ。はい、というわけで、アップルウォッチ、こんなちっちゃな画面で何も操作できないでしょっていう風なご意見、たくさんあると思うんですけども、まあ、それはおっしゃる通りです。この画面で何を操作するのは結構腕も疲れちゃうしね、画面もちっちゃくて難しいんですけども、アップルウォッチって基本的には操作しないデバイスだっていう風に認識してもらえると、この辺はね、納得するかなと思います。アップルウォッチって主な機能が僕3つに大別できると思ってて、まず1つが測定する。
このつけることによって自分の体の状態とかね、その移動とかを測定してくれるって機能で、2つ目が通知する、さっきもご紹介した通知をね自分に知らせてくれる機能で、3つ目が表示する、まあ、これも時計と同じですね。時間を移すとか、その日のトゥードゥを移すとか、移す機能っていう風に大きくこの3つだけなんですよね。なのでその中にタップするとか、自分何か画面をいじくるみたいな操作ってほとんど想定されていなくて、この測定する、通知する、表示する、この3つだけでアップルウォッチの機能っていうのはほとんどね、その価値っていうのを発揮することができます。で、唯一ちょっとだけ操作したいなって時には、この声の操作、音声操作っていうのがかなり便利なんですよね。後からご紹介する Siri を呼び出しての音声コントロールだったりとか、あとはちょっと覚えておきたいような頭のアイディアとかをボイスレコーダーで吹き込んで声で残しておいたりとかね、そのまま自動で書き起こし機能を使って iPhone の方のメモでテキストで管理したりっていう風に、声で何かを操作する、声で情報を保存するってことにすごく特化しているので、このちっちゃな画面をね、腕を上げながらずっといじくるの難しいんじゃないかと思っている方は、結構そこはね、大きな誤解があるんじゃないかなと思います。あ、そうなんだ。ちょっといいな。ちょっとだけ。はい、というわけで、Apple Watch に対する誤解、3つ目はこちらです。Apple Watch、あんな全然充電持てへんくて、1日使われへんから、もう全然時計として使われへんわ。ワイのこの時計見てみ、これ。G-SHOCK ソーラー充電や。また今回ね、結構癖強い人が出てきたんですけども、アップルウォッチもちろん昔初代とかは充電問題結構大きかったです。やっぱり1日使うともうね、充電が瀕死みたいな風になっちゃって、なかなかね日常使い難しかったと思うんですけども、どんどんね最近のアップルウォッチって充電持ちが良くなってます。省電力のテクノロジーも進化して、そんなアクティブにガンガン使う人じゃなければ2日ぐらいは全然充電持ちは持つかなというふうに思います。まあ、個人的に2日あれば普通に日常生活だったら1回ぐらい充電するチャンスはあるだろうし、1泊2日の旅行でも最悪頑張れるかなと思ってるんで、このね2日ってのは結構大きいんじゃないかなと思います。で、あとは Apple Watch 用の充電のデバイスってのもいろいろ出てきました。最近はモバイルバッテリーに Apple Watch の充電のね、この接続するところがついてて、直接モバイルバッテリーに置くだけで Apple Watch を充電できるみたいな、そういうバッテリーが出てきたりとか、僕が使ってるのはこういう風なUSB Type-C に直接差し込んで充電できるっていう風な、サテチのね、これは充電器なんですけども、まあ、こういうものを使ってあげれば、例えば iPad とかね、例えば MacBook とか、そういったものを持ってると、こういう充電器一つ使うだけで、もうね、簡単に外出先でも充電ができちゃいます。なので、実質ね、そんなに充電を気にする機会ってのは、昔ほどは減ってるんじゃないかなと思います。せやかて駆動。はい、というわけで、Apple Watch に対する誤解、4つ目はこちらです。Apple Watch?まああれ便利とは聞くけどさ、いかにもガジェットって感じでかっこよくないし、あれじゃ持てないでしょ。はい、こんな感じで、やっぱりアップルウォッチ、見た目がそんなに好きじゃないなって人もね、正直今まではいたと思います。ただ、これアップルウォッチのシリーズ4だったかな。そこからですね、アップルウォッチ本体の端末の大きさっていうのが一回りちっちゃくなったんですよ。この具体的には厚みがかなり薄くなったことによって、より時計らしくつけれるようになりました。昔はやっぱりね、腕元でボコってこんな感じでいかにもおもちゃつけてます感があったんですけども、だいぶね薄くなったことによってスタイリッシュになって腕なじみが良くなったかなと思います。で、あとは交換バンドっていうのも最近たくさん出ていて、僕が使ってるのはこのシュランケンカーフっていうね、かなり高級なエルメスとかと同じレザーを使った、まあ、少しいいバンドをつけてるんですけども、こういったものを組み合わせることによって割とですね、アップルウォッチでも見た目はそんなに悪くないレベルにはできるんじゃないかなと思ってます。まあ、こういうね、高級なサードパーティー製のものとか、純正の高いバンドじゃなくて、サードパーティー製のね、Amazon とかで売ってる中華系のバンドも最近結構おしゃれなものが増えてて、僕夏場とか結構これお気に入りで、ブルーのちょっとクロコダイルっぽいような交換バンドなんですけども、これ結構ね、かっこよくて気に入っております。で、あとはですね、レザー調のバンドなんですけども、これもグリーンの色がね、結構渋くて、割と気に入ってつけてます。この辺はね、全部1500円とかで買えちゃいます。というわけで、交換バンドとかを駆使すれば、割とですね、見た目も最近はかなり良くなってて、腕時計とそんな変わらない感じでつけれるようになってるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、シリーズ4ぐらいからかな、最近本当にアップルウォッチつけてる人めちゃめちゃ増えたなと思うんですよ。当初ってやっぱり、かなりね、ガジェットオタクとか、テッキー感のあるようなこう人がつけてたんですけども、最近本当に普通の OL さんとかでもね、アップルウォッチつけてるんで、みんながつけてるからつけやすい、浮かずにつけれるっていうのは、結構ね、大きな要素なのかなと思ってます。
こういうウェアラブルデバイスってやっぱり普通に日常に馴染んでいくことが一番大事だと思うんですよ。まあ、そういう意味では初代とかね、最初の頃のアプローチってつけてるだけでアプローチですかっていうふうに聞かれて、あんまりね、そのウェアラブルデバイスとしてはうまくこう日常に馴染め込めてなかったと思うんですよね。ちょっと浮いちゃってたと思うんですよ。ただ最近は本当につけてる人も多いんで、アプローチつけてるぐらいで、なんかそれいいですかみたいな、そんな感じの反応はほぼないので、なんか普通の時計として使えるようになってるんじゃないかなと思います。今日の俺のファッションテーマ、まあ、全体的に綺麗めに仕上げて、ポイントはこのアップルウォッチかな。はい、というわけでアップルウォッチに対する誤解、5つ目はこちらです。アップルウォッチってなんか音声操作できるっぽいけど、あれさすがにヘイシーとか言うの恥ずくね。なあケンジ、そうだよなお前もな。この音声コントロールを呼び出す時のヘイシリ言うの恥ずかしい問題、これですね、結構あるかなと思ってて、実際アップルウォッチって声で操作するのがすごく便利なんですよ。なんか朝の準備中、忙しい時とか、ちょっとね道を歩いてる時とか、両手を塞がったりとか、サクッと情報を調べたい時に、例えば今日の天気、今日のトゥードゥ、今日の予定とか、いろんなことを声で聞くと画面で表示してくれたりとか、イヤホンつけてる場合はそのままね、Siri が音声で教えてくれたりっていう風に、まあ、こういう情報交換すごく楽なんですよね。でこれを呼び出すために今までは Siri を言う必要があったんですけども、最近のアプローチは実はこれ言わなくても起動するようになったんですよ。これ皆さんご存知ですか？最近のアプローチはもう腕を上げて口元に持っていくだけで、この状態で喋ると、もう今僕ね Siri 反応してるんですけども、Siri を言わなくてもですね、こんな感じで Siri が発動してくれています。これによってかなり音声アシストを使いやすくなりました。やっぱりね、ヘイなんとかとかね、オッケーなんとかとか言うのって恥ずかしいじゃないですか。あんまりね、その日本語的にも言い慣れてないと思うんで言いづらかったんですけども、口元に持ってって喋るだけ、聞きたいことを聞くだけで、またねこうやって勝手に反応してくれてるんで、これはすごいね、 Siri が使いやすくなったかなと思います。であとは Siri のね、音声認識の精度もめちゃめちゃ進化してます。だからこそ普通に何かね、日常会話をするような形で話しかけるだけで、いろんなことを聞き取ってくれて教えてくれるので、これね、アップローチ使った方はぜひ試してほしい機能です。へえ、結構やるじゃんアップローチ。なケンジ、今日の天気ってどうなんの？いねえのか。今日の天気は？はい、というわけでアップローチに対する誤解、最後はこちらになります。ねえねえ、君それアップローチ？アップローチってさ、ヘルスケアとか運動機能とか押してるけど、正直そんな普通の人って運動しないよね。僕もですね、正直運動とかしないんですよ。ジムにすら最近行けてないんで、まあ、もっと運動しなきゃいけないなと思ってるんですけども、全く運動しませんと。でそんな人が、じゃあアップルウォッチをどうして買うのかっていうところで言うと、最近のアップルウォッチはヘルスケアも起動する必要がないんですよ。昔のアップルウォッチのヘルスケアっていうと、今からランニングしますって言って、ランニングオンってしてから走って、で終わったらまあ停止を押すみたいな、そういう流れだったんですけども、最近のアップルウォッチは、なんか勝手にですね、今走ってますかって風に画面に出てきて、走ってるんだったらワークアウトのランニングオンにしませんかっていう風に聞いてくれるんですよ。なので僕もね、日常でそんなランニングするシーンはないんですけども、ちょっと駅3駅くらい歩くみたいな時って結構あって、15分くらい歩くみたいな、その時にもうね 2,3 分外を歩いてると、もしかしてウォーキングですかっていう風に聞かれて、ウォーキングの記録しますねっていう風に勝手に記録始めてくれるんですよね。日常の中でちょっとした運動する瞬間ってあると思うんですよ。こういうところをアップルウォッチはこのね、勝手に記録つけてくれるっていうのはすごく普通に運動しない人にとってもメリットがあるなと思います。でさらにアップルウォッチでこのワークアウトを勝手にね始めてくれて、勝手に測定したら、あとは勝手に iPhone のヘルスケアアプリっていうね、デフォルトで入ってる健康アプリに情報を送ってくれてるんですよ。なので後から見返すと、あ、何月何日って10キロぐらいウォーキングしたんだみたいなね、まあ、10キロはちょっと言い過ぎですけども、3キロ歩いたんだみたいな感じで勝手に情報も保存してくれてるんですよ。だからこそ結構振り返ってみると、あ、意外と歩いたなみたいなのが分かって、これがね割と面白いんですよね。結構 iPhone で毎日歩数を測ってますって人って多いと思うんですよ。ヘルスケアアプリの中で自動で歩数も測ってくれてるんで、なんか勝手に取ってくれるから、歩数毎日こう測って、あ、今日1万歩行ったみたいな、そういう測り方してる人多いと思うんですけども、 Apple Watch を買うことによって、そのランニングとかね、日常の中でもちょっとしたウォーキング勝手に測定してくれるんで、ここがすごく便利だなと思います。でさらにアップルウォッチの場合は勝手に目標設定もしてくれてるんですよ。アップルウォッチで有名な3つのリング、このリングを揃えるとこの日の目標ゴールですみたいな、まあ、そういうリングがあるんですけども、これもですね、勝手に Siri の方が
こう自分のようにね、目標を設定してくれて、勝手に今日は行きました、今日行かなかったですっていう風にこう設定してくれてるんですよね。だからもう何も運動のことを考えてなくても、勝手にちょっと動いたら、あ、これは運動ですっていう風に運動の測定をしてくれて、で後から勝手に保存しておきますね、 iPhone にも入れておきますっていう風に iPhone にも保存してくれて、さらに目標はこのリングです、これを完成させましょうっていう風に、運動しない人にとってもこの日常の瞬間に潜むちょっとした運動をすぐに記録してくれて、運動アシストしてくれる、これがですね、僕使ってる中でもかなり便利だなと思います。ヘルスケア機能なんか使わないよって人は使わなくていいんです。勝手に使ってくれて、勝手に保存してくれて、勝手に目標設定してくれてるんで、もうねそのままでいいんですっていう風な感じになってるんですね。へえ、そうなんだ、アプローチ結構やるじゃん。はい、というわけで今回はアプローチに対する6つの誤解ということで、アプローチ使ってみないと分かんないこととか、初代からもね、もうなんだかんだ第6世代なのでかなり進化してきてるんですよ。まあそういうふうなちょっと見えづらい進化っていうのをね、この動画でご紹介してみました。僕自身こういうふうなちょっとした進化っていうのに助けられて、やっと最近ねアプローチを使えるようになってきて、すごくねアプローチ日常に馴染んできたなと思います。あんまりそのね、劇的に何か変わるかっていうとそうではないんですけども、毎日ちょっとだけね、運動を振り返るようになったりとか、毎日の通知管理っていうのをストレスフリーにしてくれたりっていう風に、日常をちょっとだけ便利してくれるっていう風な、 iPhone と相性ぴったりのアクセサリー感覚で使えれば、すごく長続きするんじゃないかなと思います。というわけでね、もうすぐシリーズ7もこう発表されると思うんですけども、最近ね、Apple Watch SE とかも出てきて、安いモデルも充実してるんでね、まあ、最初はね、安いモデルとか中古品とかを買って、まあ、日常に馴染んでくれば新しいものを買うっていう風にやってくれると、すごくね、Apple Watch 始めやすいんじゃないかなと思います。というわけで、今日の動画はここまでになります。今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。